2月28日夜、東京青山の狭間組本社が爆破された。去年8月の三菱重工ビルに始まった一連の企業爆破事件で、東アジア反日武装戦線を名乗ったオオカミなど3つのグループは、今年に入ってからも海外進出企業を狙って次々に爆弾を仕掛けた。一連の事件での死者は8人、怪我人は400人を超えた。オオカミグループは爆弾闘争の教本ハラハラ時計の中で、日本帝国主義の新植民地主義的な侵略と支配を許さないと書いている。専従捜査員の数は一時500人にも上った。ごめんください、今日大塚警察で会議があったんですよね。だから何でもいいからね、情報110番回してもらいたいの。5月19日、8人を逮捕、女性3人も含まれていた。彼らはごく普通の市民を装っていた。床下には地下室が作られていた。爆弾製造工場である。